アリダスジャパンは21日、今回行われる世界的なスポーツイベントを前に、サッカー日本代表2024ユニフォーム、発表した。写真、新ユニフォームと同時に発表された Y3 のサッカー日本代表2024カルチャーウェアコレクション。新ユニフォームは、幼児山本のデザイナーでもある日本が誇るファッションデザイナーの山本洋児氏がデザイン。 アディダスとヨージ・ヤマモトのコラボレーションブランドである Y さんが日本代表と史上初のコラボレーションが実現した21日に行われたパリ・ファッションウィークにて発表ヨージ・ヤマモトのコレクションの一つとして発表されコレクションには U23 日本代表の MF ・藤田譲るる島シント・トロイデン・なでしこジャパンの MF 中の風化 リバプールがランウェイを歩く特別な演出でお披露目された。今回のユニフォームのテーマは、ファイヤー・炎、サッカー日本代表2024ユニフォームの全体を通して一貫したモチーフとして登場する幼児山本によるデザインの炎のグラフィックは、サッカー日本代表が持つ揺るぎない力強さ、そして日本という国が持つ神秘的な力を象徴している。ホームはダークネイビー、アウェイはホワイトとなり、 ホームは青い炎、アウェイは赤い炎がデザインされている。また、ユニフォームと同時に、サッカー日本代表2024カルチャーウェアコレクションも発表。サッカーを日常的に楽しむ若い世代が増え、日本においてサッカーがより広く、深くカルチャーとして浸透していくことを目指しているアディダスは、スポーツとラグジュアリーファッションを融合するという、Y3 の先駆的な取り組みを体現する今回の、 カルチャーウェアコレクションでサッカー日本代表ユニフォームと同じくファイヤー、炎をテーマとした大胆なファッションアイテムとアクセサリーをラインアップしたアンセムジャケットとプレマッチシャツはオンピッチで着用されるユニフォームを引き立てるようにデザインまたロングスリーブのユニフォームスタイルシャツにはセットアップのショートパンツを2種類用意キャップバケットハットスカーフ トートバッグなどのアクセサリーも豊富に展開される。カルチャーウェアアイテムの一部には、ユニフォームに登場する手書きの炎のグラフィックをあしらい、今回のコラボレーションのコンセプトを一貫して表現。大胆な炎の全面プリントで人気を博した90年代後半のサッカー日本代表ゴールキーパーユニフォームからインスピレーションを得てデザインされている。